消した方がいい？うん、前髪が割れちゃう。これ割れ割れ前髪。こんばんは、眠っちゃい、癒して。うん、ないんだ、来るの？うん、来ないらしい。行きまぐれやな、マジで。気まぐれやな、ね。こんばんは。寝るしかない。もうか寝てたよ。寝た、やっぱ今日。40分ぐらい。ちょっと。あれも寝たいんちょっと。明日寝よう、いっぱい。もち一緒に寝るんです。一緒に寝る、うん、知ってる。昨日なんか潰されそうになったことはあり。え、そうなん？なんかさ、起きたら全然スペースなくさ、ね、壁がキューって、あれ？と思ったらマジ？めっちゃ潰されたんだと。マジ？寝相で？そう。え、マジ？え、ごめん全然言う。え、ほんまに？え、こう？なんか、なんか、うん、もうお茶が匂っちゃったってこと？うん、でもなんかダウンとかじゃなくて、うん、なんかもう自然ちょっとずつ買って侵食する。今日はもうじゃ外側で寝てください。もう、そうそう、もうじゃ落ちるがやろ。シューッダーン。外側におるとね、ラキちゃんがビョーンってなってきそうで怖いんよね、ちょっと。じゃあいい？今日も違うで、うん、いいよ。潰したら、潰したら、したらもう、あっち、あっち系で全然押して、押してよ、全然。ちょうだい、思いっきり押していいで。うん、面白すぎ、ごめんね。あ、全然おらんわ、ラキちゃん。諦めた？全然こっち来たくないよね、ひどいね。うん、先だってこっち呼ばれたら絶対追い出されると思う。なんか危ないじゃん。なんかお寿司とかを食べとるときに食べそうになる気、うん、確かに。怖くて、うん、一回ちょっとあっち取ってってやっとったら、今日二人でペットショップ見に行ったよね。行った。それでさ、もう話の猫ちゃんを見た時の話の基準がさ、うん、あのこの子おとなしそうやね。この子おとなしそうでいいねとかさ、うん、その子おしとやかな、おしとやかそうやねとかさ、もう話題がそこない、もうラキのせいで。どれだけかまんそうな猫かっていうのを見てるっていう。そうそう、いつか2匹飼いたいってこと？そう、だからラキと正反対のおとなしい清楚系猫を飼いたい。清楚系、なんかもう、まあ私がラキとしたらモームみたいな猫を飼いたい。でもさ、うん、なんかさ、飼い主に似るみたいな性格は、うん、え、言うよね。でも私っぽくね、ちょっとなんか、うん、私もちょっと重かった。でもさ、愛とももはさ、仲良くやっていけるからさ、ももみたいな子猫を飼ってもさ、なるほど、うまくやれるかもしれんやんか、うん、で、おとなしくなるかもしれんやん、ラキも。おとなしくはならんけど、抑えてはくれる。そうそうそう、まあ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 って抑えてくれるかもしれんき、ももちゃんみたいな子猫を飼いたい。そう、妹です。はじめまして。はじめまして。私の一人、大事な一人妹です。一人娘みたいに。正解。じゃあ今日999日なんや。そうだよ、すごいやん。すごいでしょ、999日連続配信しようしたらやってもすごいね。すごいでしょ。すごいね。まあでもチケットに頼ってるけどね、たまに。チケット、ああ、そうだよ、そっか、チケットもあるがか、救済。すごいすごい。ついに明日、明日だね。そう、よかったね。よかったよ。すごいよね。何時からなの明日？明日18時からショールーム配信で無料で見れます。無料で見れます。うん。
そう、早いのはももが次の日お仕事があるから、うん、別の場所で、うん、早いの。あ、来るか来るか、仕方のないことやね。来るか来るか、来ないかい、なんなんちょっと閉めようぜ。もうなきちゃん入れてあげないからね。もうバイバイ。まあ、ほんまに気まぐれ天の弱って感じ。そうだよ、ドアのところこうやってこうやってやってるのね。こうやってね、ペロ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 。あったほら、なんとか見れるように調整できた。ありがとう、嬉しい、ね、ありがとうね。あ、やってるん、ほら見て、音やるよね。ね、本当に来る？本当今回こそ来る？本当に来るがよね。はい、本当に来るのね。全然怖いやん。怖いやん。本当に。あ、ん？お、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 何今の？すごい高々ちゃん。あ、ね、かわいい。さっきのかわいかった。やば、ゴキブリみたいなかった。やば、怖っ。ハンバリーグ、ハンバリーグ。どうしたん、ゴキブリやん。そのポーズなんなん。さっきから違うよね、あれ。つまり、いや、ほんまに来ると閉められると思っちゃうやろね。最近ラッキーはポケモンに見えてきたよね。何ポケモン、なんかの電気ポケモン。あと地面、地面ポケモン。確かに地面と雷。僕ね、ぽい。いやでも噛み砕く。うわ、絶対そっちや、そっちそっち。噛みつく。噛み砕く。いやもうまたご覧になったんで、またここからピョーンって出てくる。ラッキー、ラッちゃん、ラッキー、なちゃん、なちゃん、頭を打っとる。なちゃん、うん、はい、来ない。ここでずっと見守ってくる。かわいい。でもかわいいね、顔だけは一丁前にかわいいよね。今日はでも噛んでないもんね。噛んでない、うん、よかったよかった。私がずっと見張ってるからね。電話して。え、そうなっちゃうよね。毎日の生活だからめっちゃさ、気張ってやってるもん、うん、噛むなよ。そう、噛むなよ、噛むなよっつって、結構大事よね、あの子の。そう、大変。今日ライブやったんよ。疲れた。今日のライブの成果は？今日ね、途中までいい感じやったんやけど、うん、最後の曲のラップパートで、うん、なんかお立ち台前の方にほら、あの上がれたりするとか、うん、あるね、あそこに立ってたらさ、音が全く聞こえんなってさ、うん、めっちゃずれて、返しが聞こえんの？そう、全く聞こえんなって、うん、めっちゃずれてしまった、最後の曲で。そう、しゃあない。そう、全く聞こえんかった。そう、今日不思議な音への返しやった、会場は。そう、つらかった。あ、見てこれ、昨日のパイナップル。うん、パイナップル食べただけで。そう、一回検査してもらえそうね。スキウイとパイナップルありそうなよな。おお、こう、そう、返し、音が返ってくること、音のこの中側の音を返しって言うんですよ、うん、自分の歌ってる声が聞こえてくる。そうそうそう、あれが聞こえてこないと本当にね、もう本当にやばいみたいな、うん、でもさ、たまに聞こえん時あるじゃん。ある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 。そういう時に慣れてる人ってすごいなってよく思う。確かに、なんかおるじゃん、そのまま、うんうんうん、できる人。そう、声、自分の声も聞こえんか、そのオケとか、そのオケが聞こえん時とかいろいろあるき、うん、大変やん。ちょっと悲しかった、最後までいい感じやったのにね。あるよね、最後の最後の最後でね、とっとんつってね、悲しかったで。今日は盛大に振りを間違えちゃった時は、うん、でへってでへってやったら、うんうん、その後忘れるよ。なんかさ、一回見せるとさ、うん、ちょっと引きずらん。そう、引きずっちゃうから、ね、軽く捉えるようにして、うん、
はぐらいの感じに思ったら巻き返せる、うん、ね絶対あんま思っちゃったらさまたやっちゃうよね。そう思いすぎた思いが、それはちょっとわかるわ。後でね思ってもそん時はうん、そうももちゃん大人やな。ももちゃん精神年齢バカ高い。バカ高いマジで。私より精神年齢高いかもしれない。何歳ぐらいかな。85。それはもう人生。どっちがメンタル強い。ももじゃない。わーい。ももやと思う全然。メンタル弱いし精神年齢低いし、あの情緒不安定や、うん、情緒不安定やん、うん、確かにやろう、うん、そんな感じでやらせてもらってますそんな感じでやらせてもらってます85歳はでも嫌だな、なんか、うん、85歳もう全てを、うん、前がね、お腹の中に残してあげたんよママの。うん、メンタルの強さと精神年齢と顔面の DNA と学力が欲しかった学力が一番欲しかった画面ねそれだけはちょっと持って持っていかせていただくそれが欲しい一番めっちゃ優しいでしょ、いろいろ残してきてあげたいの。ちょっと学力だけは持ってきた能力は大体持ってかれてるいろんな運動神経悪いし私でもさ、うん、怖がっちゅうだけでさなんか悪くはない気がするよ、ね、なんかちょっとそれはわかる。なんかさでもそんなことない、すごい本気で悪い人じゃない気がする。なんかそれはなんかだんだん思ってた小学校、うん、でも足は遅いわ全然ほんまに。でももう、うん、実際運動会だけなんよ活躍できるの。それ運動部やない気はないの。え、ちょちょちょ、キュウリとかクラスマッチ系はもう、あ、そうなんや。でもあれも絶対下手やで。そう、あれは怖がってるから、怖がってるからできない。だってドッジボールで骨折したからさ、あれからボール、え、怖いでね。あれもめっちゃ強く当てられてない。あの小学校さ、うん、ドッジボールめっちゃやるやんか。あの小学校めっちゃドッジボールやってさ、しかも硬いボールでやってさ、ドッジボール部があるせいながって、あの小学校ドッジボール部のせいでさ、めっちゃ硬い。ドッジボール部あったで、あの時はあった。しかも強かったよ私らの学年。なんか全国大会とか出るドッジボール部があって小学校に。え、そんなんあったんや。あった。あ、起きた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 。わっちゃんわっちゃん行ってみ。私ね、抱っこできないの怖くて、うん、たまにえってやる気ね。そうなんよ、やるな。そう、ドッジボール部あったんよ全国大会で。で、硬いあのさソフトボールみたいなやつじゃなくて、あのガチゴチに硬いドッジボールボールあるやん、ドッジボールボール、あれでねやるタイプやったんよ。ガチ痛かったんよ。しかも本気ドッジボール部の全国大会にさ出場するさ、見えたかなぐらいの学校駅さ、本気でやるやん男の子らも。めっちゃ、うん、痛かったほんまに。え、なんかさ毎年やりよさ、うん、学年で対決するやつみたいな。あったっけ。クラス、うん、え、なかった。小学校で、うん、なんかあの小学校さ、なんかそう学年とクラス全員部で戦って、どのクラスが勝つかみたいな。中学とかではあったけど、いや、なんかホームマッチって名前ではないけどドッジボール大会みたいな感じであって、それ覚えてないな。それがガチ勢すぎて、うん、なんか小4の時に当たってないのに、うん、うちのクラスが買ったんやけど、うん、買った後に当たってないのに当たったって作られちゃって他の子に、それでももがなんか他のクラスの子にめっちゃ言われたっていう。本当に当たったの？当たってないのに。だってももドッジボールガチ勢じゃないもん。そうだね別に言えば当時はまあダメやけど負けてもいいやみたいな感じで立っとった子やのに、うん、そうって言われたからってなって、もう怖いってなってドッジボールその年から参加せんの。参加せんかった。不参加にしてた。もう嫌になって。そんな嫌やね、そんなん言われてね。そう、嫌だった。めんどくさ、足臭い。嫌だ。匂ってこん。匂ってこん。本当私めっちゃ匂ってくるんだけど自分の鼻に。お疲れ。嘘、姉妹なの嘘かと思ってた。なんでやねんなんでやねん。ビジネス姉妹ビジネス姉妹ちゃうやろ絶対。
ももちゃんの足臭いんとか言われるよ。違う、私の臭い、私の臭いじゃない、私の足、私の足、ちょっと違う違う、私の足ね、私の足、私の足、私の足ね、私の足だよ私の足が臭いっていう話それじゃあ私今日いっぱい仕事してきたんよレコーディングして、あのライブもしてきて、あのたくさんね、たくさん仕事してきて、聞きたくないってものファンの人はそんなこと聞きたくない、こっちは体勢がある、アイドルファンの人は体勢があるけどごめんごめん頑張ってきた証拠、頑張りの勲章、この香りは。ももちゃんの足はあの桃の匂いするき大丈夫、ピーチ匂ってこい、ほんと、うん、鼻悪いんやなちょっとさ、もうそんなことないよっていう、もう鼻が悪いんやないっていうちょっとあ、鼻は詰まってないから、詰まってない、詰まってないか、よかったよかった、あ後で脱いで嗅がせるわ、最悪ラキに嗅がせる、ラキ嗅ぐやん、ラキ嗅ぐき、毎日足嗅いでくれるもん、ラキは。ももちゃんは、ももちゃんももちゃんちょっといいや、いいか、うん、ラキー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 、なんかこんなんないっけ、いけ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 、なんとか押せ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 、なんとかみたいなやつね、ラキー、ラでもラッキーではなんかあった気がする、そうなんかなかったけど、応援、あの耳、あの白にさ耳が行くときイライラしてるときだし、後ろにこれ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 、イライラしてる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 、イカ耳って言うらしいで、イカ耳、イカ耳、イカ耳、すごくね、本当はイカっぽいね、イライラしてるときに煽らない、はい、そんな応援あったけど、あった、いけいけいけ、なんとかなんとかみたいな、おせ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 、ラッキーラキラキとかあったっけ、なんかなんか ラッキー別のやつだった気がする、音程がマジ、ラーキーラーキーラーキー、いい感じ、ラッキーラッキーラッキーラッラララララララッキー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 、おいで、あ、私の昨日捨てた歯ブラシ捨てれてなかったで、あれ使おうかな、もう一回使うな、だから歯ブラシ買ってくるの忘れた、せっかく買ったのに、この話していいかな、そう、あのね、昨日モモと買い物行って、私1000円の歯ブラシ買ったんよ、ちょっと歯磨きガチ勢やから、うん、その1000円の可愛く言ってよ、歯ブラシが買いたか買ったんよ、ですごいふわふわ系、うん、なんよ、すごい毛が細くて、うん、で私は普段あの硬い普通の歯ブラシ、まあ、そう結構あの硬め、硬めあるやん、硬め、うん、硬めの普通のやつを買ってゴシ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 磨くタイプなんよ、けどなんかやっぱなんかママとさ電話しながら歯ブラシしよったらさ、いや磨きすぎやみたいな、歯のエナメル質を、うん、あんたはやり削り湯でって言われた時ちょっとそれが頭に結構残っちゃってあのいやちょっと柔らかい歯ブラシ買わないかなって思いよったけど、うん、そしたらさ全然磨けんかった、柔らかすぎて、うん、残ってる感、可愛く言うとあのお星様の星屑があの口の中に残ってる感触がありまして、うん、あのそうあのお星様のあの流れ星的な流れ星でこう流れついてくる食べ物のって可愛くない、可愛くない、星屑たちが口の中に残っている感触がしたい、うん、だからやっぱり柔らかい、うん、歯ブラシは自分には向いてないなって、あんな高かったのに、うん、じゃあもうちょっともうちょっと可愛く言える、うん、もうちょっと硬い、うん硬い、うん
やつにしたい。ちょっと戻す力の問題もあるんじゃない、ゴシゴシ。え、でもさ、あれグリグリってやってもさ、うん、めっちゃ柔らかいきさ。あ、なんかそれはね、違 う, そう普通のやつを持ってて、あ、もっと優しく、いや、なんかできんがよね、優しくやっ て, やって、うん、なんかあるじゃん、その後仕上げにさ、うん、なんだった、糸みたいな。あ、いや、糸はね、最初にやるよ。最初あれ最初にやらないか。そうだ、そう、フロスは最初、フロスをやってから歯磨きで、その後にコンクールでうがいしたら完璧。じゃあフロスをやってからもうガーってやらんかったらいいじゃん。なんかやっちゃうよねそう、磨いた後に糸用事するのは順番が逆なんよ。糸用事から磨くでさ、糸用事やった、あ、そう、あまりちょっと具体的な話になるけやめようえい、え、そう、赤いさやつあるよね。そんなあるんや。歯医者でやられんかった、あの歯に赤いのつけて磨き残しを磨いていくみたいな、やったことない？やったことない。はい、普通になんかちっちゃい時はこの磨きにくいところを教えられただけ。あ、そうだよ。え、なんかね、あるがって、歯磨きした後にそれを入れてぐちぐちペーしたら、あと塗るかい塗るかい塗ってぐちぐちペーしたら、あの磨き残し、知らんかった。電動歯ブラシさ、お風呂に電動歯ブラシ置いちゅうやん、昨日勝手に動いたかね。2回も動いたで。そう、ほんね、待って、ラキ様、ネットショッピングした結構大きめの、あのこれぐらいの電動歯ブラシをお風呂場に置いて、お風呂でシャーって、うん、電動歯ブラシじゃないわ、あの勢いよく水が出て、あの歯をこう洗浄してくれるやつをお風呂に置いてるんだけど、うん、それが勝手にね2回とも動き出して、しかも音が怖かったよね。そう、音が怖くて、しかもめっちゃ怪奇現象やったのね、うん、何にもボタン押してない、お風呂に場にもおらんのに2回作動してちょっと怖い、めっちゃ怖い。最近めっちゃ怖かった昨日、しかもあれ初めてなったで、桃が来てから初めて。やめてよそんなこと言うの、ちょっとなんか連れてきたえ、私ね、今まで一回も幽霊を見たことがない。私もないで。なんかみんな結構 STU のメンバーって、うん、いろいろなエピソードがあるらしいけど、もし、うん、え、じゃあもし出てきたらどうする？え、でもさ、うん、Yo、 なんか前考えたよね。あ、待って、ごめん、いかん、いかん、ラッキー、ラッキー、それください、それ噛まないで、ごめんラッキー最近ビニール噛むよね。そう、なんか、はじめまして、ヤッホー、ヒカル。そう、だから幽霊出たら、好きな異性のタイプなんですか、とか、うん、なんかね、うん、一緒に歌うとか、あ、ヤッホーっつって、あ、なんか好きな異性のタイプとかありますとか、あと、ああ、うん、そうですねみたいな、あの とりあえず友達になってみようみたいな、うんうんうん、試験話好きするしかないよね。え、でもさ、よくさ幽霊ってさ、なんかどういうところに、暗いところとかさ、うん、におるって言うじゃん、暗いところとか、うんうん、なんて言ったら、めっちゃ明るいところにおってほしいね、うん、なんかさ、うん、嫌じゃない？何も、幽霊になってまでそこに降りたくなってって思ったんや、もんは。いや、私もなんか分かる、それね、そう、でも心残りがあるんやろ。心残りがあるって言っても、もうちょっとなんか例えばディズニーとかに降りたくない？確かにやろ、確かに、なんかそこにずっとさ、確かにおるの、なんか確かに、例えばどこにおるの、普通にディズニーに降りたいわ。だよね、なんかちょっと廃墟のさ、うん、とことか、よく心霊スポットとか言うけどさ、うん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 、そこにおるよりもさ、確かに、もっとなんか明るいところ行って楽しむ方がいいやんか。クラブとか行って、そう、私はなんかおらんと思う、そういう場所に。確かに、じゃあどこ行こうか考えよう、自分たちが幽霊になって私どこ行こうかな。私あの、うん、そう、でもママが言った一番説得力がある、うん、幽霊がこの世におるんやったら、うん、今生きてる人数よりも全然多いから、確かに、もうここ中みんな、確かに、で、確かに、みんながこう、でも動けんレベルで、え、でもさ、昔のさ、うん、歴史とかでさ、
なんかさ将軍なんかちょっと超うろ覚えやけどさ、うん、幽霊になって出てきてさ、うん、なんかみんなをなんとかの乱が起きたみたいななかった、うんうん、歴史で誰やっけ、そんな幽霊とかあったっけ、あったおる幽霊、ねなんかねオルガってね昔の歴史上の人物で、あ、平の正門か、平の正門か、なんか平の正門ね、そうがなんか怨霊で、うん、あ、そうそう、首が飛ぶやつ、内首にされてなんかそれでみんなを呪ってみたいなそういう話があるから、うん、首塚、あ、そう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 、だからすごいこの世に恨みつらみが死ぬほどある人だけなんじゃないの、うん、ってことなんじゃない、なそういうことだよ、全員が全員恨みつらみあるわけじゃないからってことじゃないの、そういう人こそさちょっと輪廻転生してさ、うん、百歩い人生送ってほしい、そうね、いやじゃない、だってさ、うん、楽しくイエーイって生きておった人はさ、うん、釣りも楽しくさ、確かに、俺のにさ恨みがあったりしたらさずっと辛いままじゃん、そうで、あ、そうそうそう、そうそう、3人ぐらいおるよ、あ、そうなんだ、そう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 、え、そうって言われるでしょ、そう、歴史で習う、平野まさか、ちゃんと名前は知っとるよ、さすがに覚えてないけどえ、でもその幽霊のとか習った、うん、それを習うってこと、うん、歴史の資料集とかに載っちゃった気がする、あ、そう、もーちゃん昔は社会点数良かったんだから、今覚えてないだけど、覚えてない、私も全然覚えてない、全然名前出てこなかったもん、資料集読むの好きやった、私も歴史は楽しいよね、楽しい、全部本当やったらいいけどね、そうね、分からんやん、坂本龍馬もね、そう、なんかなくなるとか言うし、ね、そう、やだよね、ちょっと高知県民からしたらちょっとやめてくれんって、残してってって、うん、人気よね、うん、坂本龍馬、うん、うちのマネージャーも高知行く気、あの龍馬のあれが見たい見たいってずっと言った、そう、あれはちょっとね残しちょってほしいよ、個人的に、うん、私はいいです、いっぱい見たんでって言った別のやつにしてくださいって、もーちゃんの高知のファンおらんが、高知に住みようファン、あるよ、高知ツアー来てください、あ、そうか、そう、11月9日とかに宣伝する女、うん、じゃあ私高知在住のファン多分おらんがって、マジマジ、まあでもアイリーがだいたい東京のライブとか、まあまあまあ、それもあるかもしれない、四国にはほぼない、確かにほぼやってない、フェスがないもんね、うん、四国にあんまり、高知在住のファンおらんがよね、高知在住のファンが、あの遠征しろまでは言わないので、もし高知に住んでる方がおったらね、11月12日にそうでも来てください、高知の方もなかなか来れん気さ、逆に普段そうでね、あのそういう方が多い、同じ DNA おったやつがあの、うん、持ったやつが踊るとこを見てくださいバーベキュー行きたい、来て来て来て、バーベキュー私も行きたいよね、それ、それのなんか見に行きたい、え、見に行ける場所あるんかな、どういうこと、なんか上からみたいな、キャラバンサライ覚えてないぐらいなんですけど、キャラバンサライない、え、でもさ、アイリラのツアーってことは、うん、そうそうそう、他のアイドルさんがおるわけじゃないから、ね、おらおらおら、もう乱入して怒られる中に、うん、全然、あ、怒られんで、あ、マジで、いける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 、そう、普段のフェスやったらさ、いろんなアイドルさんがおるって、うんうん、全然いける、ほんと、うん、乱入できるで、乱入行けたら行きたいよね、行きます、ありがとう、キャラバン世代でやるがやって、そうだよ、キャラバン世代でやるで、宣伝しとき何日とか、11月12日高知キャラバン世代で、多分2時半か3時ぐらいか、2時半3時、それぐらいからライブがあります、はい、ツアーです、チケット絶賛発売中です、よろしくお願いします、いいね、そう、在住の方はぜひ、うん、
11月か。もうかすか、10月やわ、コーチ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしております。まあコーチツアーだけはね、許してくれるの、うん、コーチツアーだけね。15時からか。マジでコーチのファンおらんすぎてヒーヒー言うがよね。悲しい。コーチマジなんか高知県のからさ、あんまりライブとかに行けんじゃん、うん、だからそもそもアイドルを好きっていう人がおらんよね、あんまりおらん、おらんじゃね。ライブがなさすぎて、うんうんうん、そのしかも行くのも四国を飛び越えないかんから、確かにこうないもんね。だってサライの横にセントラルがあるき、車を止め放題やって。セントラルってパーでね、うん、じゃないかな。やってみんな。あいつキャラバンサイの周り全然覚えてないんだけど、セントラルという名のパーがあるらしいから、車止め放題。よくないか、よくないか。セントラル遠いきね、うん、あんまり私もおらんイメージし。アイドルになる前、アイドルになる一緒にさ、ST 見に行ったよね。見に行った、見に行った。あの時さ、うん、私なんかすごい二人でさ、なんか可愛かったねって言いながらさ、うん、なんか牛タン食べたよね。ちょっとけなんかすごい私から見たら輝いちょって、うん、ST の先輩がね、うん、輝いちょって、それでなんか、あ、もう入るの無理かもって思いながら最後に牛タンを食べて帰った、うん、そうやったっけ、うん、牛タン食べたっけ。食べた、牛タン食べたか。あれいつやったっけ、アイが8入って1年かに1年ぐらい、うん、今来た高知県在住ですやって。お、よかったら11月12日高知ツアー来てください。チケット絶賛発売中です。ピムスです。お姉様 STU 誰ファンなの。いやいや、イエーイ、もうに決まってるやんか、もうに決まってるやんか。普通にもが世界で一番可愛い、イエーイ。かわいい。本当に刺そうとしたよね。全然刺してホジホジしてパクってできるね。あいりちゃん激しく同意でしょ。やったね、激しく同意やろ。そう、こっち映っちゃダメなの、お互い映っちゃいかん、うん、厳しい世界やね、に壁があるから、うん、ねえ、ね、あれのすごくね。私こいつのメンバーにやってしまうよ。結構意地悪や。違う、メンバーってか3やに、ね、結構面白い。お姉さまの特典会行ったら毎回妹を押されました。あ、結構さ、STU のファンの人来てくれるんよ、うん、でさ、誰推しなんて聞いて、モモじゃなかったら、めっちゃモモのこと押す。モモじゃない、で結構、うん、モモの派はモモのに忠実に来てないかもしれんやん、うん、結構、本当に他のメンバーさんのファンの人が結構来てくれるよ。あ、そうやったんや。そう、で、誰推しなんて聞くやん、うん、で、まるまるちゃん、え、うん、モモやないのとか言って、うん、うちのモモはなんとかでなんとかでなんとかで、他のじゃあ ST のファンの人は浮気しに行けや、うん、なんか別のところに行って行こうかっつって、そう、結構来てくる、結構来てくれます、結構来てくれます。ゴリ押し、ゴリ押ししますね毎回。お姉さんも今度会いに行きます。ありがとうございます。誰々ちゃんって言われたのももやなかったら、あーあーあーって言っちゃう、毎回あーつって、洗脳がね、自分も行きました、洗脳したから、ね、いやでもね結構おるけどな、あ、そう、何人か来てくれるよ、そうそうそう、
何人か来てくれてももの話をして終わるっていう、うん、来ました、ありがとう。そう、来てくれる人もおるよ、ももちゃんファンで、ありがとう。あ、怒ってる。でももの話しかしてないよ。行って違う、これ行っていいって言ったら、うん、そう、行ったこと、行きましたって言ったら、うん、そうなんだって言うけど、うん、行っていいって言って、行っていいよって言ったらもうバーやから、いや一回そんなこんな下品な女に会いに来たくないよ。違うよね、逆にこんなこんなね、下品とか言うけどね、なんかね、フェロモンを持っとる人なんか分かる？虫？違う、そういう意味じゃなくて、なんて言ったら、なんかなんか、そう、下品なとこはあるけど、なんかこう、なんかこう、寄せつける何かを、え、やっぱ虫？なんかちょっと女らしい一面もあるじゃん、すごい、なんかそう、うん、そんなこと言いながらあるから、ちょっとね、警戒があるよ。いや、虫やったんか、私なんかそういう虫おらん、なんかあのさ、あ、あれおるよね、虫寄せつけるパウ、なんかある、なんかエキス出すみたいな、そういうの、いや、虫体よ虫かも、私、ほんとは。そう、そう、いいとこがあるから、うん、そのちょっと一回ちょっと好きになったら離れれん系アイドルじゃん。まあね、わかる、まあね、こう、そういう、そういうタイプだからね。フィロモンで呼び寄せられる、われわれむにゅーむにゅーかむことむにゅーむちゃぶかぎにって動物にも俺来ちゃう。確かに虫だけじゃないよ、動物、虫、虫かと思ったえ、わかるの、わかるの、離れられんやろ。そうなの、そういう系か、逆に怖いねん、あなた怖いね。メンバーのまゆちゃんからあの、うん、あれ、魔性の女って呼ばれてるんで、うん、そう、そんな感じ、本当にそれだから、こうちょっと挨拶程度にイエーイって言って、うん、もう離れられないってなったらもういや、ならんよ、さすがにモモと系統違うしね、左肘、モモがご飯だよ、左肘という名の食べてやろうか、左肘のご飯だよ、明日の朝ご飯これでいい、え、うん、塗り、ええ逆にがこれ全部いいよ、全然、ももちゃんに食べられるんだったら全然あれ、最近はゾンビドラマ見てるからかじられたら、うん、急に急にゾンビになる、うん、でももちゃんのもとからずっと離れて、マジシティユにはゾンビのモノマネうまい人おるよ、マジ見たい、うん、リネたんが最強にうまい、うつみリネちゃんね、見せてもらいたい、うん、絶対好きやと思う、会ってみてほしい、ちょっと会ってみたい、絶対好きやと思う、ほんと、私もやりたい、本当になんか一緒にやりたい、コラボ動画ゾンビ、やだゾンビ、やだ、もうすごい、なんかすごいことになりそう、なんか日本のゾンビと韓国のゾンビとアメリカのゾンビを使い分けられる人がおるかって、そう、それがおもろい、え、じゃあ本当にそんな感じ、本当に使い分け、そうそうそう、すごい、これが日本のゾンビ、これが韓国のゾンビ、これがアメリカのゾンビ、韓国は結構今韓国のゾンビドラマ見る気、うん、ちょっとわかる、あ、これ確かに、え、じゃ全然違うわよ、うん、全然違う気がする、私民家見てないから最近連続で韓国ゾンビ見てるから、あと3分で切れる、やばいやばい、昨日と同じこと、読み読み、13位のマピアノノッピー、ありがとう、おかぐみジンナ、みゆちゃんありがとう、妹全開、もちゃん買いすぎ、明日お祝いだ、お祝いだ、待ってるよよよ、11位の世界一かい、妹が大大大好きすぎて毎日会いたい病のトシさん、ありがとう、それストーカー、なんて言った、それストーカーそうそう、ありがとうございます、いつも10位のピノさん、ありがとう、千日イブおめでとう、ありがとう、しゃれたいい方じゃん9位の深
くちゃんありがとう。桃の収穫をする。え、いつ腐るん？明日？22日23日から腐っちゃうよ。22日賞味期限来ます。ありがとう。8位のくぼずんさん、ありがとう。 あいつもありがとう。ありがとう。愛理ちゃんズだよ。7位のドラガンさん、ありがとう。心優しい一斉島に送り、胸が温かくなるよ。だろう。ありがとう。これがいい女ってやつだよ。コージさん、ありがとう。コージ5位のモモマサさん、ありがとう。お、マサマサ。4位の赤崎さん、ありがとう。愛ちゃんのファンだからね。そうだよね。姉妹配信ありがとうさん、ありがとうさん。元気？3位のケスティンさん、ありがとう。立正姉妹の配信毎日してくれ、面白い。よし、引っ越します。2位のヒンヤさん、ありがとう。あ、久しぶり。1位の幻さん、ありがとう。立正姉妹しか、なんで1位取ってんだよ。幻。ありがとうございます。ありがとうございました。ピースお逆で猫耳。違うよ。え違うくん。二つでハートになってピースお逆で猫耳。もうか生で見たからこれ。いいの？へっへっへっ。鼻ほじいて鼻ほじ。そんなこと言わないよ。知りません。ほじほじ。